そういえばさ、あの新人の子、あんたの営業テクニック教えてほしいって言ってたわよ。新人？ああ、くるみだっけ。そうそう、あんたの接客する姿に惚れたんだって。女として。何それ、かわいいじゃない。今度おごってあげないとね。ほんと調子いいなこいつ。まああぐらかいて足元すくわれないようにね。売り上げ1位のキャサリンさん。何？歪んでんの？普通に飲んで、あんたにバックでかなう子はなかなかいないしね。まあ伊達に何年もこの世界いないからね。それに男はみんな私のことが好きでここに来てるんだから、ウィンウィンじゃない。そういえば最近あんたにご就寝のひよこちゃん、どうなの？まあもうそろそろかもね。お待たせしました、ウイスキーのロックです。ありがとうキャサリンちゃん。君が作ってくれると何倍も美味しく感じるわ。もう日下さんたら、褒めても何も出ませんよ。あ、私も一杯いただいてもいいですか？もちろんやで。はい、ありがとうございます。乾杯。キャサリンちゃんほんま可愛いな。もう僕の彼女になってほしいわ。だからわがまま言っちゃダメ。キャサリンはみんなのものなんだからね。本気なんや、僕と付き合ってほしい。わかりました。今だけはあなたのの、ね。キャサリンちゃん、よし今日はパーッと盛り上がるで。乾杯。男ってちょろいわね。今日面接に来たものなんですけど。じゃあ、どこ行っちゃったのかしらね。もうごめんなさいね。いえ、あなた普通に男の子に見えるのよ。私止めるわ。全然止めてもらっていいわよ。飛んで行っちゃダメでしょ。はい、ウロンちゃん。あなたはダントツのクールビューティーカロリーナさん。私飛べるわ。